第5回目、天神の実況やっていきます。あやとりつかさルートですね。よろしくお願いします。仲良しルートです。さあ、前回ね、なんとか星のイベントをこなしてって仲良しルートに入っていくことができました。あとはここで、まあ、お互いのね、気持ちを確かめ合いながら進めていければと思います。おはよう、あやとりさん。おはよう。この間はありがとう。あやつりさんのことがいろいろ知れてよかったよ。ううん、こっちこそいきなり付き合ってもらったわけだし。ああ、そっか。だからお互い様ってことで。うん、そうだね。あれ？どうかした？ああ、なるほど。なんだか違和感があると思ったら。思ったら？ほら来たぞ。違和感なんてないですね。やだ、しっかりしてよ。今一瞬だけ世界が凍りついたぞ。やっぱり下手なこと言わない方がいいな。お前足踏まれるぞ。ねえ、今年のクリスマスどうする？私は学校のパーティーでもいいわよ。そうか、お前がいいなら寿司か。うん、でもプレゼントは別だからね。はいはい。あー、そっか、クリスマスか。どうかした？なんでもないよ。なんでもないなら今考えてたこと教えて。それは隠し事だ。違うよ。怪しいな。怪しくないってば。じゃあ調べちゃおうかな。いいよ。私の能力甘く見ない方がいいわよ。敵に回すと怖いぞお前。隠すことなんてないからね。あやつりさん、別にやましいことがあるわけじゃないんだ。お前絶対あれだぞ、お宝本もう全部漁られちゃうぞ。大丈夫だよな多分。あれかな、大丈夫かな。あやつりさんは画鋲の剣はどうなったんだろうか。これはいつ昼休み。じゃあ飛ばそう。あ、しまった、会話しなきゃダメだよ。何やってんだ。何やってんだアホか。会話しよう。貯めてなかった。よし、じゃあ行こう。じゃあまあ安牌のない安牌がないですと。なんですと、なんですと。あー、そっか、本性が出たというか、だからなのかな。世間話。あやつりさんはいつ頃からクラス委員とかをやるようになったの？はっきりとは覚えてないけど、小学生の頃にはもう学級委員をやっていたわよ。しっかり者だ。そっか、そんな前からやってるんだね。じゃあ運動入れてみる？ないし、やっぱり勉強と世間話が安牌か。すごい底辺をうろうろしてるけど。あやつりさんは習い事って知ってる？ううん、してないの。いろいろとやってみたいことはあるんだけど、今はちょっと時間がなくて。じゃあそのうちって感じだね。そうね。習い事ね、やっときゃよかったね。本当にそう思う。はい。ちゃんとやってればこんなダメ人間にはならなかったんだろうか。もうもうヒントがないとすぐこうなるよ。背後に嫌な気配を感じるぞ。警戒しておくか。大丈夫か。刺されないか。ブスン。あんたねーって。なんだか背後の方から嫌な気配を感じるぞ。もしかして誰かが僕のことを。お兄ちゃん危ない。妹かい。え、うわ触れた。ドン。うわあ。なんだミヤか、驚かせるなよ。なんだじゃないよ、せっかく構ってあげてるのに。僕は別に構ってくれなんて頼んでない。それに
いきなり飛びついたりしたら危ないだろ。うん、そうかも。まったく。なに？あれ、お前その手に持ってるのって。あげないよ。違う。学校にお菓子を持ってくるなって言われてるだろ。ミヤが持ってきたんじゃないもん。じゃあどうしたんだよ。もらったの。もらった？はぁ、誰かから取り上げだとか。そんな意地悪なことしないよ。サエちゃんから奪ったのか。本当に本当だよ。親切な先輩がお礼にくれたんだもん。親切な先輩？うん、お兄ちゃんのことを教えたらくれた。そういうことか、調べるって。そういうことか。僕のことを？まさか。どんな先輩だ？すっごく綺麗な人だったよ。他に特徴は？お兄ちゃん怖いよ。いいから。それはさっき聞いた。じゃあ汚い人。じゃあってなんだよ。他には？あとは、お兄ちゃんと同じクラスだって言ってた。やっぱりそうか。あの先輩いい人だね。お兄ちゃんのことすごく心配してたよ。だからミヤも協力することにしたの。やばいぞ。いや、別に。じゃあ僕はちょっと行くところがあるから。ああ、それとそのお菓子を食べる権利は僕のものだ。もう食べるなよ。やだ。ダメだ、帰ったら没収するからな。やあ。帰って会った時にはもうすでにそのお菓子はないと思うぞ。いくら単純だからってまさかミヤを味方につけるなんて。あやとりさん。いらっしゃい。やり方がずるいよ。いきなりひどいこと言うのね。妹さんはすごく素直でいい子なのに。お兄ちゃんのために必死だったわよ。ミヤが？でも、そうね。私は知らない方が良かったかも。あ、クリスマスの件を知ったのかな？この変態が振られたの。弱みでもあればと思ったんだけど、私が期待してたものと違ったから。もうそういうこと。これは怒っちゃうのかな。こっちにしとこうか。もうそういうことはしないでよ。今回は仕方ないけど、僕にだって触れてほしくないことがあるんだ。あ、大丈夫かな。本当辛かったんだ。そう。ごめんなさい。ごめんなさい。傷をつつくような真似をしました。ごめんなさい。棒読みだね。表面だけの謝り方ならいくらでも知ってるけど、本心から謝るときはどう言えばいいのかわからなくて。そっか。他人に深く関わることなんてなかったから。でも自分の痛みに置き換えて考えれば、私あなたにひどいことしたんだってわかるから。知らなかったとはいえごめんなさい。いいよ、もう。本当？嘘は言わないよ。本当に？よかった。僕もだよ。ああ、いや、なんでもない。こんなことであやとりさんと気まずくなりたくないからな。ほんと、よかったよ。おお、よかったよかった。選択肢は間違いではなかったね。放課後か。ああ、イベントだ。今日あやとりさんは残ってないみたいだな。それなら僕も帰るとするか。はい、帰りましょう。
あやつりさん、今日はもう帰ったのかな。よし、それなら僕も帰るとするか。うん、いた。ねえ、うわあ、あやつりさん、どうしてそんなに驚くのよ。え、ごめん。まあいいわ、今はそれどころじゃないし。なんだ、クリスマスインか。え、私ね、あれからいろいろと考えてみたんだけど。はい、あれから。ああ、うん。あなたのトラウマ解消しましょう。おお、なんだと。そんなに怯えなくても平気、私が一肌脱いであげるから。一肌脱いでくれるんですか。マジですか。一肌脱ぐってせめてものお詫びです。ああ、いや、だからってそんなことまでしてくれなくても。どう、対人のエキスパートが完璧にサポート、素敵なプランよね。そこまで自分で言っちゃうんだ。言っちゃう。かわいいな。大丈夫、悪いようにはしないわよ。でもな。とりあえずチャレンジしてみて、嫌ならやめたって構わないんだし。そう言われてもな。まいったな、どうすればいいんだ。私、あなたの力になりたいの。わかったよ、結局弱いな。決まりね。うまく乗せられた気がするな。まんまと乗せられたな。それじゃあ、そういうことで、またね。ああ、そうだけか。うん、また。はあ、トラウマ解消か。あやつりさんなりに気を使ってくれてるのはわかるけど、嬉しい反面、そっとしといてほしい気もするんだよな。複雑な気分だ。選んじゃまずかったかな。あ、でも上がった。ちょっとそのもう一個のイベントがね、消えちゃうから大丈夫かなと思ってたんだけど。まあいいや。あとは会話をしまくんないといけないね。よし、OK。寝ましょう。どうしようかな、先に会話消費しちゃうか。貯められるだけ貯めておこう。よし、じゃあ行こう。もう安牌に、もうここはね、容赦なく行こう。あやつりさんって成績のいい男の方が好みだったりする？え、別にそんなことはないわよ。そもそも人の成績なんて私に関係ないじゃない。そうだよね、かっこいい。言ってみて、そんなこと言ってみてえわ。勉強ばっかじゃな、世間話。さっきトイレに行った時のことなんだけど、水道の水が出なくて焦っちゃったよ。ちゃんと洗ったろうな。ほら、避けられた。いや、横の水道は使えたから大丈夫だってば。ほら、もうバカじゃないの、もうアホか。くそ、教科書の端っこにパラパラ漫画を書いたあるわけねえだろ、あやつりさんが。私がそんなものを書くと思う？思いません。もしかして質問する人を間違えたりしてるんじゃないのかな。今のは聞かなかったことにしてあげます。ありがとうございます。ありがとう、でいいのかな。はい、どういたしまして。一言で切り捨てられないだけマシだと思いなさい。そうだね。くそ、まあ貯めることを意識しておこう。勉強もう一回、ひたすら勉強しかないね。なら、あれ、するわけないじゃない。あ、なに、もう一回やるのこれ。やりたいこと、やらなくちゃいけないこと、今はそれどころじゃないの。そうだね、なるほどね。2パターン見れるんだね。あー、ダメか、ないか。くそ、勉強ばっかりがっつり入れるっていう感じなのかな。それはそれで
ただ単に会話の時間っていうか勉強の時間になってんな。ないね。飛ばそう。飛ばそう。で、発生する。あやすりさんのあの笑顔。うん。できるだけ近寄らないでおこう。怖えな。何が起こるんだ。お、あそこにいるのは。あやつりさん、すごい笑顔だな。君子なんとかって言うし、今日はもう帰った方が良さそうだ。さて、教室に戻…バレた。あ、待って。え、ちょっと一緒に来てくれるかな。ニコーン。いいけど、何をするの。それは来てのお楽しみ。やっぱり何かを考えて…返事は？はい。それじゃあ行きましょうか。さあ、どこに拉致られるんだお前は。そうだね。体育館？なんで？体育館？ええ、ツリーの飾り付けに使う資材は体育用具室に置かせてもらってるから。ああ、そういうことか。へえ、そうなんだ。さすがに量が量だからね。あー、なるほど。もっとも、運び込むときに全部の箱を一緒にしちゃったみたいだから、今はどれが何かさっぱりだけど。あ、もしかして僕はその、それの確認をすればいいのかな。正解です。なるほどね。さ、それじゃあ強制を始めましょうか。え、手伝いじゃないの。強制、まずはクリスマスを体感して苦手意識を克服することからよ。へえ、なんだ。え、でもこれって手伝いだよね。強制ですね。はい。僕どっちのあやつりさんにも負けてばっかりだな。よし、こっちはこれで OK っと。ご苦労様。はあ、これは結構大仕事だな。あやつりさん一人じゃ絶対無理だったよ。ん？あれ？どうしたの？あやつりさん、これは何？それ？キッシングボールよ。聞いたことないな。クリスマスのオーナメントとしては結構有名だと思うけど。オーナメントって？飾りとか装飾って意味よ。なるほどね。え、じゃあこれも飾り付けの一つなんだ。ええ、そうよ。あれか、あのツリーにつけるなんかいろんな色した玉だよね。もう説明ができないんだけど、うまく。クリスマスの日にね、宿り木の下にいる女の子に、男の子からキスをすると、うん、末永く幸せになれるって言い伝えがあるの。マジか。とある神話が元になってるんだけどね。すげえな、他のギャルゲーみたいじゃん。へえ、そうなんだ。でね、キッシングボールはその宿り木で作られてるの。ということは。そういうこと。キッシングボールか。言っておくけど、私は絶対に近寄らないわよ。あ、後輩だ。あ、はーい、こっちよ。お借りしてたオーナメントのサンプルを持ってきた。はあ、ありがとう。それなら倉庫の入り口の箱の上にまとめておいてくれる？はい。届かなかったらそこに脚立があるわ。なんか院長って感じだね。そうでもないわよ。うお、なんだ、こけた。うお、鈍い音がした。大丈夫？あ、はい、ちょっと手首やっちまった。あららら、ひねったみたいね。すみません、バランス崩しちゃって。いいわよそんなこと。保健室はもう閉まってるわね。ねえ、このハンカチ冷やしてきて。はいはい、うん、わかった。その後輩の女の子とのこうルートはないのかな。ダメか。大変なことになったぞ。あの子本当に大丈夫かな。こうしてる場合じゃない。あの、何があったんですか？あ、さっきのっていうか前回、前々回出てきた女の子だね。え、ああ、
それが後輩が怪我をしちゃって。あ、そうなんですか。うん、実はツリーの、ああ、ごめんね、僕急いで戻らなきゃ。それじゃあ。はい。ん？ああ、それで変な噂を流しちゃうのかな。あやつりさん、これでいい？ありがとう。いた。あれではないみたいだけど、家に帰ってちゃんと冷やした方がいいわ。すみませんでした。いえいえ。いいわよ、別に。それよりも気をつけて帰るのよ。はい、失礼します。はあ、びっくりしたね。そうね。あやつりさん？活動時間外か。あやつりさん、どうかしたの？ちょっとまずいかな。え？ううん、なんでもない。なんか中止とか今日はもう終わりにしましょうになっちゃうのかな。そうだね、そうしようか。あやつりさん、今何を見てたんだろう。もしかして知り合いでもいたのかな。まあいいか。それより僕もそろそろ帰るとするか。うん、大丈夫かね。なんかあやつりさんが怪我をさせたみたいな噂が流れちゃってみたいなことにはならないよね。大丈夫だよね、フラグじゃないよね。わからん。はい、よし、どうしようかな。次日曜日か。あー、いや、ちょうどキリがいいからここまでにしておこう。Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。多分まだデートは来ないのかな。この次の土日がデートになるのかな。ちょっとこの次の1週間がどうなるか分かんないんですけどね、楽しみに待っていたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。